八戸選手決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。簡単にレースを振り返っていただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、昨日と似たような位置取りとか展開になったので、もう自分はしっかり踏み出し集中してついていくのと、ゴール前しっかりかわせるようにもう出せる力を全部出し切ってって思って走りました。連日連勝で児玉選手をかわしたという形になりますけども、はい、それ G1 に向けての練習などはされてましたでしょうか。そうですね、やっぱりこういうガールズの普段の開催とは違ってもう一つスピードが上がるので、そういうスピードにしっかり自分が対応できるようにスピード域を普段より上げて練習をしてきました。で今は状態もバッチしという感じですか。そうですね、なんか、まあ、絶対疲れはあると思うんですけど、気持ち的にもすごい今上がってると思うので、明日はしっかり狙えるものは狙っていきたいと思います。では最後に応援してくださる方のメッセージと意気込みをよろしくお願いします。いつもたくさんの応援ありがとうございます。こういう大きな舞台で連勝で決勝戦に進めたのもファンの皆様のおかげです。明日も精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。レースを簡単に振り返っていただきたいんですけども、どうでしたでしょうか。そうですね、まあ、今日は本当に前か中段かって、まあ、やっぱあのメンバーで後方に置かれるのはちょっと厳しいなと思ったんで、まあ、前1回吉村さん負けてたから行けば開けてくれるかなって気持ちで上がりました。バック前で仕掛けたと思いますけども、はい、ご自身状態はいかがでしょうか。そうですね、まあ、本当に体調的にはいいですし、本当に気持ちで走れてるなっていうのはあります。G1 決勝ということで、最後意気込みをよろしくお願いします。いや本当この舞台に自力で勝ち上げて本当に嬉しいですし、もう一回ここで気を引き締めて明日いい走り見せれるように頑張りたいと思います。柳原選手決勝進出おめでとうございます。ありがとうございました。スタートから含めてですけども、レース簡単に振り返っていただけますでしょうか。まあ取りたい位置は取れたんですけど、まあ、思った動きにはならなかったなという印象ですね。最後最後方から内を突っ込んできた形になりますけども、ご自身状態どうですか。状態面はやっぱり足ある人に比べたら、まあ、ちょっと2枚3枚違うなっていうのはありますけど、状況判断は間違ってなかったと思うので、まあ、昨年のこの大会は決勝4着だったと思うんですけども、はい、まあ、リベンジという意味で意気込み強いですか。いやそうですね、もう気持ちで優勝だけ狙います。そう、地元地区は内野選手1人がありましたけども、はい、優勝向けて意気込みをよろしくお願いします。いやもうなんとか気持ちでしっかり決勝走れるように頑張ります。吉村選手決勝進出おめでとうございます。準決勝を振り返っていただきたいんですけども、いかがでしょうか。ベストって小木さんが上がってきてくださったので、あそこしっかりついていこうっていう気持ちです。位置的には、まあ、前の方を取れたら理想でっていう感じで。そうですね、まあ、2日目スタートで失敗してること多いし、ちょっと冷静さに欠ける部分があるので、そこは乱さないようにっていう気持ちでした。決勝まで来てということですけども、はい、ご自身状態面はいかがですか。展開も恵まれてますし、状態も悪くないので精一杯頑張ります。では最後決勝に向けて意気込みをお願いします。はい、精一杯頑張るのでお願いします。田崎選手決勝進出おめでとうございます。簡単に、レースを振り返っていただきたいんですけども、どうでしょうか。まあ、今日初手でいい位置取れたので、しっかりその位置っていうところから考えてます。まあ、2校共同の会見の方で2コーナーで仕掛けるかどうか迷ったっていう話だったんですけども、その辺はどうですか。まあ行こうかなって思ったんですけど、3着権利だったので、ちょっと固く決勝に乗りに行った感じですかね。じゃあまずは決勝を取ってから次のことをっていう感じ。そうですね、決勝に乗らないともう始まらないので、まあ、決勝戦はもう思い切ってやりたいです。まあ、競輪祭とゴールガーズに続いて決勝ということになりますけども、そろそろ取りたいという。そうですね、やっぱ競輪祭はもう決勝乗って満足っていう感じで、オールガールズは、まあ、取りに行ってたんですけど、まあ、ダメで、今回は本当になんていうんですかね、
現実的になってるというか、本当にチャンスだと思うので、まあ、みんながチャンスだと思ってると思うんですけども、その中でもしっかり強い気持ちを持って走りたいです。では最後にファンの方へのメッセージと意気込みをよろしくお願いします。しっかり力出し切ってタイトル取り頑張ります。応援してください。山原選手、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。レースを簡単に振り返っていただきたいんですけど、お願いできますでしょうか。めちゃめちゃきつかったです。射程はどうでしたかね。射程は入れてもらえたので良かったかなと思います。ご自身も踏まれたところ、岡田選手と久米選手は今3番手って話もありましたが、あの辺は足の状態とかどうでしょうか。そうですね、足の状態は良かったと思うんですけど、昨日ちょっと思ったようなレースができなかったので、昨日の分も含めて今回頑張れたら良かったかなと思って、はい、状態問題でこのまま決勝も戦えそうです。そうですね、状態はいいと思うので楽しみです。 G1 の決勝は初めてだと思うんですけども、最後にファンの方へメッセージと意気込みをよろしくお願いします。はい、応援ありがとうございました。昨日アナレースしちゃったんですけど、今日もすごい名前を呼んで応援してもらえて、しっかり切り替えて走ることができました。明日の決勝戦も全力尽くして頑張るので、また応援お願いします。石井選手、決勝進出おめでとうございます。ございます。簡単にレースを振り返っていただきたいんですけども、はい、お願いします。はい、今日は一番車からのスタートでしたので、福井選手より前から始めたかったんですけど、途中ちょっと自分の想定とは違う並びになってしまって、本来であれば福井選手の動きについて一回上がらなきゃいけなかったところを、まあ、動けなかったのが非常に心配だなと思いました。じゃあ出し切れなかった分、決勝は出し切ってはいたいなという感じですか。と言いますか、まだこう振り返りができてない状態なので、この後しっかり VTR 見て情報を集めながら明日に備えたいと思います。4着で終わって、まあ、最終レースを待ったって形になりましたけども、その時の心境というのはどうでしょうか。そうですね、自分自身が失敗してしまったレースの後で人の着を見るというのは非常にこうやりきれないと言いますか、あまりいい気持ちではなかったので、人の着よりも自分のことに集中しながら明日は頑張りたいと思います。苦しい時期を乗り越えての G1 決勝ということで、最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、明日も精一杯頑張ります。応援してください。